リチャード・マーサー・ドーソンは、インディアナ大学民族学研究所の所長を務めた、アメリカ合衆国の民族学者、著作家、大学教授。ドーソンは、ニューヨーク市に生まれた。1929年から1933年に、かけて、フィリップス・エクセター・アカデミーに学んだ。ついでハーバード大学へ進み、歴史学を収めて、ABMA を得、 1942年にアメリカ文明史で PhD を取得した。1943年からハーバード大学で歴史の教員として教弁を取り始めた。1944年にミシガン州立大学へ移り、1957年まで在職してから歴史学と民族学の教授、また民族学委員会の委員長としてインディアナ大学へ移った。その後、 死去するまで、ドーソ村は、インディアナ大学で教え続けた。1963年に、インディアナ大学ブルーミントン校に、民族学研究所が創設されたとき、ドーソ村は、初代所長となり、1978年には、民族学部の初代座長となった。ドーソ村は、民間伝承の商業化を批判しており、とりわけ、ポールバニアンを槍玉に挙げていた。道村は、 アメリカ合衆国の民間伝承の父とか民間伝承研究の大きな推進力などと称された。同村によれば研究とは論争者、批判者、現場における収集者、図書館における学級といったいくつもの役割に関わる鋭意であった。同村はまた今日アメリカ合衆国において民族学ほど誤解されている学問分野はないとも書き記していた。 ドーソンは、その後の民族学、民間伝承研究において、一般的に用いられるようになった二つの用語を、生み出した。その一つは、現代において、実際には、決して起こっていないのに、事実として語られる話を意味する、都市伝説である。もう一つは、ジェームズ・スティーブンスとの論争の中で生み出された、フェイクロアである。ドーソンは、スティーブンスの著書、ポール・バニヤンや、 その後に書かれたベンジャミン A ボトキンの著作などをフェイクロア、すなわち本物の交渉伝統だと主張するが、その実、大衆向けにもろもろ調整された合成物であり、民衆を誤解させ、騙すものだとして否定した。ドーソンのフィールドワークは、ミシガン州のアフリカ系アメリカ人の民間伝承や、ミシガン州アッパー半島の民間伝承をはじめ、 合衆国各地の地域的民間伝承、日本の民間伝承、その他の主題に及んだ。学術的業績に対して、同村は1946年にアメリカ文明史分野におけるアメリカ議会図書館賞を贈られ、グッケンハイムフェローに3度選ばれた。2003年、ミネソタ州立大学はヘリテッジ賞を同村に追贈した。同村の関係書類は、 インディアナ大学のリリー図書館に収蔵されている。フィールドワークで集められた音源はインディアナ大学の伝統音楽アーカイブに所蔵されている。ドーソンは著作の執筆に加え1963年から1979年までシカゴ大学出版局から出版されたホークテイルズ・オブ・ザ・ワールドシリーズの編集作業にも当たっていた。ありがとうございます。